青森県に土砂災害警戒情報が発表されました。該当エリアを見ていきましょう。八戸市、三戸町、南部町で土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害警戒情報とは警戒レベル4相当にあたる情報で、いつ土砂災害が発生してもおかしくない場合に出される情報となっております。いただいたリポートでも雨の強まっている場所を確認していきます。八戸市からいただきました。18時9分に届いたものです。今日は一日中雨が降っています。風も強いですとコメントいただきました。雨だけではなく風も強まっているということで、横殴りの雨にも注意が必要です。この降り続く雨によって地盤が緩んでいる恐れがあります。土砂災害危険度マップをご覧ください。現在は東北北部で土砂災害危険度が高くなっており、先ほども警報が出た青森県ですね、危険レベル紫の場所が表示されております。土砂災害に警戒が必要となります。急な斜面、崖など危ない場所には絶対に近づかないでください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。 YouTube からも情報を発信しておりますので、チャンネル登録の上ご覧ください。